もお世話になっています。ヒロです。今日は、現レギュレーションで使用できる EX のカードのカードショップでの販売価格を調べ、300円以上のカードをランキングにしました。プロモカードはランキングに入れていないのでご注意ください。トドロク付きや、サーフ号、鉄の貝など、対戦環境で使われているカードの需要が高く、高額となっていますね。チャンピオンズリーグ後は、活躍したカードが高くなりそうですね。この動画を見てよかったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではご覧ください。